PV 撮影をしたのは初めてだったんですけれども緑バッグの中で、えー、想像しながら、えー、曲のイメージをこう膨らませて撮るというのは結構難しいことだったんですが出来上がってみた VTR を見るとすごく綺麗になっていたのですごく感動しました。